こんばんは、ひろゆきです。ニューヨークは今もう8時半ぐらいですかね。今日皆既日食の日でした。で、皆さん、日本の方ってオッペンハイマーっていう映画をご覧になったことありますかね。こちらでは日本でも見れるようになったんですかね。この間高橋おじさんも言ってらっしゃったからそうだと思うんですけど、あれはぜひ日本人は本当は見るべき映画だと思いますよね。実話に近いっていうとこと、それからその内容がやっぱり広島、長崎がやっぱり実験台になった、女の人やお子さんや本当に一般市民、一般国民が実験台にされてしまったトルーマンっていうその当時の大統領のね、それはもう本当にその広島とか長崎の現その状況は映してないですけども、わかります。まあすごく過激な発言になると思うんですけど、やっぱり自分の身は自分で守んなきゃいけないんだな、自分たちの国は自分たちで守んなきゃいけないかなっていうふうに私は思いました。どういうふうに映るかはもうその人それぞれの価値観だと思うんですけどね。まあ、あれを見てからもさらにやっぱり日本保守党を応援しようっていうふうには思ってます。では。